こんにちは、ミッキーです。これまでにダナン注目スポット、ダナングルメ、ホイアン観光スポット、ダナンカフェ特集と、ベトナムダナンの魅力が少しでも伝わるようご紹介してきました。今回の動画で本チャンネルの海外旅行特集は一旦最後となりますが、鳥を飾りますバーナーヒルズ特集も大変魅力的なので、ぜひ旅の参考にしていただければと思います。まさに日本でいうところの東京ディズニーリゾート並みに力を入れて運営されている施設でございまして、一つ一つの建築物や植物含め細部にまでそのこだわりが詰まっているのがこちらバーナーヒルズでございます。今回の動画では魅力ポイントを4つに絞ってご紹介していきますので、バーナーヒルズ訪れてみたいという気持ちを高めていただいて訪れていただきたいと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。早速ご紹介していきますけれども、こちらのバスはですね、今回の旅ではグラブで駐車場まで連れてっていただきまして、そこから送迎バスでこちらのバーナーヒルズの入り口まで送っていただきましたので、そちらの送迎バスの様子を映させていただきました。バーナーヒルズはホテルやテーマパーク、植物園、ショッピングスポットなどが集まった一大観光スポットになっていまして、入場料大人は85万ベトナムドンを支払うことで入場することができます。およそ5000円程度になっていまして、オンラインでの購入も可能ですけれども、入り口での購入もできますので、とりあえず向かっていただければ問題はございません。バーナーヒルズはサンワールドという会社が運営していまして、ところどころに会社のロゴが見られます。ちなみにベトナム国民の方々は割引が効くということもありまして、国内から訪れる方も多いということでございますけれども、客層の約半数は外国人と世界中からその注目度が伺えます。ちなみに営業時間は時期によって異なるということでございますので、サンワールドさんの公式サイトで事前に確認されることをお勧めします。ちなみに私が伺った2022年7月のタイミングでは8時から17時でケーブルカーが稼働していました。この後ギネス認定されたロープウェイのご紹介しますけれども、その前提知識として、こちらのバーナーヒルズという施設自体が山の上に立地していますため、時間帯によっては肌寒いような感じでございます。今回の旅ではベトナムにおいても1年間で最も暑い時期であります7月に訪れていまして、さらに訪れた時間帯も11時から16時頃だったので肌寒さは感じませんでしたが、上着を持参しておくと便利かなと思っています。こういった形でロープウェイに向かっていくまでの様子もですね、雰囲気がとてもありまして、この辺とかは以前にご紹介しましたホイアンの景色を再現されているのかなと思います。この植物も大変緑豊かで魅力的かなと思いますので、こういったところも自然を感じていただける部分になっているかなと思います。こんな感じでホイアンのランタンとかもありまして、こういった場所でもインスタ映えな写真とかを撮っていただくことができるかなと思います。で、向かっていただく途中にはこういった庭園が広がっていたりとか、あとはちょっとした売店もありますので、基本的にバーナーヒルズの施設内はですね、お腹が空いた時には何かしら食べられるような空間になってますので、現金を多めに持っていただいて、食べたいものは食べたい時に食べるといった形がとてもおすすめかなと思います。ということで、こちら山の様子を映してるんですけども、山の天気自体もやっぱり変わりやすいので、雨や霧が発生してしまうこともあります。なので寒気であります3月から8月に旅行するのが特にお勧めであることもお伝えしておきます。こちらロープウェイに向かう途中にありますエスカレーターになっていまして、本当ロープウェイに向かうまでの道のりもですね、こんな形で結構距離もありますので、こういった景色含めてじっくりと楽しんでいただければなと思います。さて、ここからは4つの魅力ポイントをご紹介していきます。魅力の1つ目は世界最長のロープウェイというところでございます。バーナーヒルズはいくつかの山が集まって一つのテーマパークになっているという、とてもスケールの大きい構造になっていまして、メインの施設は山頂にあるため、まずはこちらのロープウェイに乗っていただいて山の頂上へと向かうことになります。先ほどもちらっとお見せしましたけれども、ロープウェイ乗り場までの通路も十分に楽しめるような雰囲気になっていまして、ベトナムの古い建築やオブジェはベトナムの王朝時代を想起させてくれるといった形でございます。こちらが先ほど移動していました通路の様子になっていまして、ロープウェイから眺めていただくと、その大きさもダイナミックに感じていただくことができるかなと思います。こういった形で本当に山を越えていくような体験をしていただくことができまして、緑もとても豊かですし、こういった山肌も見ることができますので、この自然の雄大さ感じていただくことができるかなと思います。施設ごとに山が分かれていますので、施設間の移動にはロープウェイが必須になっています。現在も新施設の建設中でございまして、それに伴ってロープウェイも新設中なので、そのルートもスキー場のように拡大していきそうです。さて、続いて魅力の2つ目、ゴールデンブリッジ、通称神の手をご紹介していきます。先ほどご紹介したロープウェイの途中の中継駅で一度ロープウェイを降りる形にしますと体験できますのがこちらのゴールデンブリッジでございまして、
2018年の6月にできたばかりで、イギリスタイムズ紙の世界で訪れたい観光地2018でトップ100に選ばれるなど、世界的に注目されているスポットになっています。こういった形でゴールデンブリッジのあるエリアには庭園や垣根のように植物の生い茂った迷路、大仏などのオブジェがありまして、そちらも SNS 映えの写真を撮るにはぴったりな雰囲気になってますので、こちらも合わせてぜひたっぷり時間を使っていただければなと思います。続いて魅力3つ目は中世フランスの街並みというところでございます。ロープウェイ中継地点であります、先ほどのゴールデンブリッジから進んでいただきまして、山頂にありますのがこちらのフランス村と呼ばれているエリアでございまして、フランス村は中世のフランスをモチーフにしたエリアでございます。こちらも2015年4月にオープンしたということでございまして、バーナーヒル自体は2013年にオープンしてるんですけども、実は初めからあったわけではないということでございます。立派な教会や建物などの街並みも本物さながらで、クオリティも抜群でございます。一見普通のテーマパークでありますバーナーヒルズではございますけれども、世界中から人気を集めている理由はこういった建築物やオブジェの外観のリアルさだなというふうに言っても過言ではございません。パークの建物はそれぞれかなりの年月を重ねたかのように風化して見えるように作られていて、味わいがあります。なので現代にできた施設でありながら特殊な処理を行って味を出している空間でございまして、ディズニーリゾートも顔負けかなというふうに感じました。で、パーク内はですね、こういった形でサンバ風のショーケースもですね、一時的に開催されたりということでございまして、サンバっていうと結構南米っぽいかなというふうに感じることができまして、まあ、ベトナムでありながらフランスの雰囲気もあったりとか、まあ、こういったサンバ風のショーがあったりとか、あとは別途流れていました、後でちょっとご紹介しますけど、バンドメンバーの演奏なんかもあったんですけども、そちらで採用されている曲はプエルトリコの有名な曲でありますデスパシートっていう感じで、まあ、それもクラブミュージックが流れたりっていうところで、あとはですね、またこれも別途ご紹介しますけども、日本で見たことがあるようなキャラクターグッズが販売されていたりと、まあ、結構コンセプトがあるようでないような感じで、いろんな文化とか国の雰囲気とかが入り混じっているカオスな状態だったなというふうに感じてます。こちらが先ほどもちらっとご紹介したような、なんかのキャラクターっぽいけども、多分ちょっと違うみたいなキャラクターですね。これ多分マジンブーですし、なんかスティッチの配色のドラゴンとか、あとこれ多分ディズニーのキャラクターですね。あとハルクとかキャプテンアメリカっぽいような人形とか、これはLINEのキャラクターなんじゃないかなと思ったりとか、あと多分これはピカチュウですよね。ピカチュウっぽいから全然ピカチュウじゃないですし、あとこれ多分ピカチュウなんですけど色が違うので、まあ多分ピカチュウじゃないのかなっていう形で、自由度が高いような見えコーナーだったかなと思います。まあ自分自身ちょっと買わなかったんですけども、まあこういったものを買っていただくのもベトナムらしさ、東南アジアらしさかなと思いますので、もし興味がありましたらお土産用とかにも買っていただくと結構話題になって面白いかなと思います。まあ、こういった噴水の景色もありますし、ちょっとねこの動画の中でも天気の様子がどんどん変わっていってると思うんですけども、まあ、本当にこう雲が抜けますと青空が見える、とても素敵な空間になっています。で、こういったアトラクションも外にも結構ありますので、ぜひそういったところも楽しんでいただければと思います。で、この施設なんですけども、フランス村作っていますのはおそらくですね、ベトナムがかつてのフランスの統治下にあったということも関係しているようで、その当時から残っている建物もうまく活用されているということでございます。実はバーナーヒルズ自体が19世紀末にダナン在住のフランス人たちが避暑地として使っていた地を再開発したということでございますので、まあ納得かなというふうに感じています。現在も絶賛工事中でございまして、この動画をご視聴の方が訪れる際にはまた違った新しい景色が望めるかもしれません。そして最後にご紹介しますのはこちらのアトラクションエリアでございます。アトラクションエリアは屋内にあるテーマパークになっていまして、ファンタジーパークと名付けられています。フランス人の作家でありますジュール・ベルの地底旅行、回転2万リーグという2つの小説から世界観のイマジネーションを得ているということでございます。結構多種多様なアトラクションがありまして、こちらは鍾乳洞の中にあるようなフリーフォール型のアトラクションになっていますね。あとはネオンライトに照らされたような様々なアトラクションがありまして、有名人の写真とか、あとはトランスフォーマーやマーベル作品の展示があったりということでございまして、日本でいうところのお台場にあるようなマダム・タッソーっぽさを感じるような空間もありました。あとはこういったゴーカートっぽいようなアトラクションもあって、上にはドラゴンがいたりという形でございますね。であとはこういったマッサージチェアがなんか唐突に現れたりというところも、まあ、ベトナムらしい、東南アジアらしいなというふうに感じることができましたので、まあ、こういったところも味がありますよね。であとはこちらの恐竜館みたいなところがありまして、まあ、足踏み入れたらもしかしたらイッツ・ア・スモール・ワールドみたいに乗って眺めながら体験するかなと思いつつも、
まあ、意外と美術館っぽい形で自分で歩きながら確認するみたいな形になっていまして、まあ、いい意味でですね、想像がつかないような空間がどんどん広がっていますので、ぜひ体験していただければと思います。でさらにですね、特に人気なのはこちらの屋外コースターでございまして、見た目以上にスリリングで楽しいアトラクションになっているので、ぜひこちらも体験してみてください。以上、今回はバーナーヒルズの魅力ポイント4選をご紹介させていただきました。ベトナムのダナンに訪れた際に、たくさんのグラブドライバーにお世話になったんですけれども、どのグラブドライバーもバーナーヒルズを非常にお勧めしていただいていまして、まあ、やはりこの訪れてほしいというふうに現地の方が感じていただけるだけの理由は感じることができたかなと思っています。たくさん SNS 映えの写真を撮っていただいて満喫していただければと思いますし、まあ、天気は本当に非常に変わりやすいということもありますので、十分に準備していただいた上で、あとはですね、天気がいいタイミングにぜひシャッターチャンスを逃さずにいろんな写真を撮っていただければなと思います。また別途ご紹介したようなご協賛のように足腰もそんなに不安はございませんし、割とバリアフリー化も進められているのかなというふうに感じることができましたので、まあ、そういったところも嬉しいポイントかなと思います。以上、ミキでした。ありがとうございました。